セルゲイ・バシー・リエビチ・アブデーフは、ロシアの技術者、宇宙飛行士である、ロシア連邦英雄受賞者。アブデーフは、ロシアソビエト連邦社会主義共和国サマラ州・ジャパイフスク出身で、1979年に、モスクワ物理工学大学を卒業した。百七十九年から百八十七年まで、SP、コロリョフロケットスペースコーポレーションエネルギで、 技術者として働いた。彼は1987年3月26日にエネルギアの技術者として宇宙飛行士の候補に選ばれ、1987年12月から1989年7月まで基礎的な訓練が行われた。2003年2月14日に宇宙飛行士を引退した。アブデーフは ミールへの3度の滞在によって1時747.59日という宇宙通算滞在時間の記録を持っていた。彼は軌道上で地球を1万1968周し5億1500万キロメートルもの距離を移動した。この記録は2005年8月にセルゲイ・クリカレフによって更新された。アブデーフは既婚で2人の子供がいる。 アマチュア無線の免許を持っており、コールサインは RV3DW である。複数の信頼できる情報源によると、アブデーフは人類のタイムトラベルの記録を持っている。彼は748日間以上ミールに滞在し、約17000マイルパーアワーの速度で移動したことによって20ミリ秒も未来へ進んだ。これは人類が最も未来を訪れた記録である。 アポロ宇宙船の宇宙飛行士がこの記録を持っているというのはよくある誤解である。彼らはアブデフよりも速い速度で移動したが宇宙空間にいたのはたった数日間だからである。ミールエをマイナス12から3時間56分ミール。エをマイナス12から5時間8分ミールエをマイナス12から5時間44分。ミールエをマイナス12から3時間33分ミール。 えをマイナス20から5時間11分ミールえをマイナス20から37分ミールえをマイナス26から30分ミールえをマイナス26から5時間54分ミールえをマイナス27から6時間7分ミールえをマイナス27から5時間22分ありがとうございます